アジアで頭角を現したテレサは新たな挑戦を始めます。それはアジア最大の音楽市場である日本でのデビューでした。そのきっかけを作ったのが当時ポリドールレコードで活躍していた澤田研二さんを担当していた佐々木幸男さんです。担当した澤田研二の曲が立て続けにヒットした佐々木さんはご褒美として香港旅行をプレゼントされた。その時たまたま訪れたライブハウスで出会ったのがテレサだった。ライブハウスで歌を聴かせてもらったということなんですが、そこでびっくりしたわけですよ。こういう歌い手がいるんだということをね、特に声聞いて初めての衝撃でした。当時はテレサテンは相撲でいうと横綱クラスではないですけど、完全にもう大関クラスのランクの歌い手さんだったんですね。それ香港です。そうですそうです。テレサをどうしても日本でデビューさせたいと佐々木さんは考えた。しかし相手は台湾の若い女性、しかも東南アジアではすでに大スター。そして最大のハードルが両親の反対。日本デビューにはいくつもの壁が立ちはだかった。テレサを日本デビューさせるためにテレサのお母さんを説得に当たったのが音楽プロデューサー船木実さんでした。今日はその船木さんとお会いしたいと思います。どうも今日はわざわざありがとうございます。よろしく一つお願いします。今回テレサの日本の父と呼ばれた船木さんから当時の話を聞くことができた。初めは会えなかったんですよ。どうしても会ってくれない。そして何とかこう、まあ、人を通じて、接触しましたら、日本でやってみないか、こういう業界、日本っていうのは世界第二の音楽市場なんだよと、それで日本で、やっぱり一つトライすればまた人前に大きい歌い手になるかもしれんよと、そういうような話をしました。だから彼女のからの反応っていうのは、それは やりましょうという反応じゃないんですけども、まあやってみたいというような、やってみたいというのはやってみたいというような雰囲気を出しましたよね。お母さんは、お母さんの言葉としては娘がやってみたいっていうんだったらいいですよという表現だと思うんですからね。日本でのデビューに興味を持ったテレサ、船木さんは何度も香港や台湾に足を運び、ついにテレサと両親を説得することに成功した。でもやっぱりその歌を聴いて船木さん自身がこの歌声はというふうに感じた部分で何か終わりだった。それはあります。それは確かに歌は上手だったし、歌の上手さと声が、はい、どちらかというと綺麗な声をしてましたよね、はい、あれは天性のものだと思います、うん、台湾の美空ひばりと言われる時、まあそれは後で、まあそういうこと分かったんだけど、はいはいはい、美空ひばりの小さい頃を彷彿とするような感じでしたよ、ステージはね、うん。1974年テレサ21歳の時、日本でのデビューが決定した。やっぱり当時の日本のマーケットを考えた場合は、やっぱり多少ポップ系の歌謡曲っていうんですかね、ロックじゃありませんけれども、ポップ系の歌謡曲路線で行くべきではないかと、そこにお客さんがいるんではないかと。そして女性アイドル全盛の日本にアジアの歌姫が参戦した。香港の人気歌手テレサ・テンが来日しました。オーヤン・フィーフィー、アグネス・チャンに続けとばかりにやってきた彼女、歌唱力は抜群との評判です。あなたとまだこのまま
まま二人でいたい。どこかで花さえ変わっているわ。いつもの道あなたの回り道して。羽田空港を出た彼女、早速都内の記者会見場へ。大勢の報道陣に囲まれ、フラッシュを浴びながら来日前から練習していたと言われる日本でのデビュー曲、今夜かしら明日かしらをチャーミングな日本語で披露しました。今夜かしら明日かしら、今夜かしら明日かしら。記者会見の後、香港土産のバラの花を全員に一輪ずつプレゼント。手渡すたびに微笑みを浮かべながら、ぎこちない日本語でよろしくお連発。 PR も忘れません。香港はおろか、東南アジアでは常にベスト10の上位を占めていると言われるテレサ10、日本での活躍に期待しましょう。